じゃあ今日はね、はい、刻むボッツデーシリーズ、はい、第4話、第4話ボッツデーの1階から2階への階段、階段を刻むんですか？階段で刻む、はい、次2階じゃなくて階段で刻める人いないでしょ。階段を刻む人いないんですよね。間違いなくいないですね。でしょう。まずね、はい、段数的に不吉かどうか数えていいですか？なるほど、はいはいはい、はい、そんなんやったことないですね。僕20年以上住んでるけど数えたことないですね。これが原因だったらビッチランキー言いましょうね。そうですね、つなげるかね。3、4、5、6、7、8、9、10、12か。12でいいですね。じゃあもう一段作りますか。いや、ほんなら13になりません。そしたらちょっと、はい、服来るかもしれないですよ。笑える。まあ、服が最後乗り切らんのかもしれない。なるほど。だから服からしたら、はいはいはい、これが乗り越えれないですよ、多分1段目が。なるほど。だここに1個軽いのを置けば、ちっちゃいのが、はいはいはい、ちっちゃい段を置けば、あ、なるほどね、13段になって服が1個、はい、はい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 、あとはもう惰性でバーッと上がっていくと思うんで、1段目がつまずいてるのね今、はい、だからこれ風水、僕的風水で言うと、うん、風水じゃないですよ、ね、あなたここに1段追加しなさい、はい、そうすれば服が来るわよ。なるほど。あなたこれはあの藁神様がやっぱ登りきれないと、はい、あの人ってそうでしょと、はい、何事も一歩踏み出すのがすごいハードルが高いでしょ、はい、その一歩さえ軽くしてあげれば、なるほどね、2段目3段目っていうのは駆け上がれるのよ。ですか。だから1段増やしなさい。なるほど、わかりました。じゃ早速増やしてきます。増やしなさい、はい、それはすぐで、まあ脚度、はい、まあここの脚度は悪くないですね、まだ言っても。ああ、ほんまですか。ここの脚度は悪くないです、はい、はいはいはい、ちょっとカーブというかね、うん、降りてます。言ってもあの人っていうのは、はい、まあ、ボッツァンの家の場合3階建てでしょ、はい、で2階ボッツァン家の作りの場合は生活圏っていうのは2階ないしは3階、そうですね、がメインでしょ。1階は風呂だけです。風呂だけでしょ、ね、あとはもう出入りの時、そうですね、ってことは集中力っていうのは割とある方なんですよ。なるほど。だからよかった、多少ここは脚度、はい、きつくても、はい、人はいけると。あ、きついですね。あ、でもまあどうかな、こんなもんですね、はい、こんなもんでいいと思います。あ、もういいですか。すぐ電気消されるんですよね。はい、そうです、もったいないでしょ。一応客、あ、この手すり良くないですね、この手すり良くない、この手すり良くないですね、はいはいはい、この手すり良くないですね。どう良くないんですか。これ手すりいらないですね。まあまあ確かにね、あの手を、人っていうのは手を差し伸べてしまうと、はい、こう捕まるものがあると、はい、甘えてしまうと、まあ、人というのはね。なるほどね。この脚の手すりがない、はい、それぐらい鍛えないと、人っていうのは、はいはいはい、鍛えないと期待に応えれないよと。うまい。だから坊ちゃんみんなのファンの人のね、はいはい、期待に応えれてないと。あ、そうなんですね、っていう風水的なね。あ、はい、これもすぐさま取り払いなさい。取りましょうか。これはもう取りなさい。ここ出てるし、はい、おかしい。これはもうここ出てる時点で。あ、なるほど、はい、ね、出てますね。だから手すりが出てるから、はい、ここで手すりを出てしまってるからボッツさんがブラックファイブに出れないと。あ、顔を出してもらえない。顔を出してもらえない。なるほど。それはもう手すりが出てるから、はい、もういいでしょっていう。あ、なるほど。風水的な判断に至るんで。風水なんでね。何回も聞くけど風水なんでね。風水ではそうなってくるんで。なるほど。何かが出ると何かが出ない。あ、なるほど、ね。人っていうのはプラスマイナスが保たれるんで。はいはいはい。決してここが出てるから。そう、これが出てるから。ここは出ないと。やりなさい。すぐ直しなさい、な切りなさい、もう。わかりました。切りなさい。はい。で、はい。そう。あ、階段のこの階段、はい。前後の脚度、はい、悪くないですね。悪くない。悪くない。前後の脚度って何ですか。たまに今ようわからないかと。たまになんか後ろのめりやったり前のめりの脚度。あの平面の角度っていうこと？そう。足を置く？そう。はいはい。石段みたいな、はい、これはすごい作りがいいですね。あ、ここ罠にはしてないんで、うん、これ、うん、これすごい作りいいですね、はい、作りいいですね、はい、だから、それすなわちね、登りやすい、風水的に言うと、はい、登りやすい階段は転げ落ちやすいとされてるんで。あ、なるほど。登りやすい分転げ落ちやすい。なるほど。抵抗がないんで、ははははスッと落ちていく。まさにそうでしたね。まさにそうでしょ。まさにその通りですね。そうでしょ。間違いないですね。
なんか覆ってるような気してきましたね。聞いてるでしょ、はい、だからこそ信長公は登りにくい、はい、なるほど、降りにくい、はいはいはい、転げ落ちにくいお城を作ったんですね。天下富舞。なるほど。じゃあね、はい、明日の動画もお楽しみに。